日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市、水島福田北瀬北瀬は、岡山県倉敷市水島にある地域である。福田の中西部に位置する。かつての小島郡福田日田村の北部にあたり、明治初期頃まで小島郡北瀬村と名乗った。おおむね現在の倉敷市立、第4福田小学校区に相当する。郵便番号は、712-8032。 人口は7439人。世帯数は3940世帯。北西一から七丁目からなる。水島市所管内のほぼ中央に位置し、福田エリアの中西部にあたり、ほぼ北側を頂点とした、正三角形の形をしたエリアである。西端を北側から南西へ、水島臨海鉄道が通過しており、 弥生駅と坂井駅が設置されている。また、東端を北側から南東へ、岡山県道274号福太郎松線が通過している。県道274号は福田古神殿造成時の堤防上にあたる。南側は東塚、中瀬地区と隣接。東は福田町古神殿地区。西には水島市街と隣接する。 さらに中央部を東西に、倉敷市道古城地線、また中央部を南北に、大型市道が通過しており、当地中央で交差している。古くは海域であり、高橋川が中世後期以降の干拓により、川口部が南下していき、当地は東高橋川川口沖へ位置するように変貌していった。そのため、高橋川の中世作用により干潟が生まれていき、最初に、 教放年間に福田村沖が干拓された。さらにその西方に高塚玄と呼ばれる広大な干潟が生まれ、三角州へと変貌していく中、嘉江五年より干拓され、新たに福田神殿が造成された。福田神殿は広域のため6つに分けられ、北部は北瀬と名付けられた。これが当地の起源である。明治になると同11年に中梅、ね。 南保各村と合併し、中瀬村を新設。同22年6月1日には、町村制施行にあたり、中瀬村は松江村と合併し、福田新田村を新設した。その後、同37年4月に、福田村と予備松村と合併、新、福田村を新設するに至った。倉敷市に合併後、大技の一部に、旧町名を監視。 福田町北瀬を名乗っていたが、後に、現在のように、福田町を大技からと取り去り、北瀬となった。神殿開発されて、以降、米、麦、イグサ、綿花を中心とした農業地帯であったが、近代では畑作が中心となる。戦時中から、東高両川廃川寺に、三菱工業水島航空機製作所の社宅が建設されたのを契機とし、 周辺が開発され、また泥網が発達。昭和30年代頃からは、水島林海工業地帯が造成され、従業員等関係者が、県内外の全国各地から、多数集まり、次々と、宅地や商店、事業所等が建設されていき、農地はほとんど消滅して市街化し人口も激増した。人口のピークは、昭和50年代前後であった。 エリア北部に福田神社がある。平成24年9月末現在。全域が第4福田小学校区。全域が福田中学校区。ありがとうございます。